岡崎幸き大正10年4月16日は、明治から、大正の鋳造師、長金家、彫刻家の渡辺長男は娘婿。日比谷公園、鶴の噴水。嘉永7年、現在の京都府京都市伏見区の鎌市、岡崎邸都市の子として生まれる。本名は章二郎。鎌市としての技術を習得後に21歳の時に、上京市中高を学び、 中金家の鈴木正吉の門人となった。明治22年のパリ万国博覧会に出品した作品画に等を射い止め、また並行して各地の古仏像の調査研究を中造の面から研究してその名を高めたことで、後に岡倉角像の地記を得て、明治23年に東京美術学校中金家の教師となる。明治25年に制作した周金剛神像が、 シカゴ万国博覧会出品作に選ばれるなど、その後も精力的に作品を制作し、同29年には中金科教授となった。日本美術院の設立にも名を連ね、香取穂妻や津田・忍ノら数多くの中金科を育てた。母書は東京都文京区、向ヶ丘の新林寺。行き声は、長金技術も、去ることながら、 その鋳造技術が高く評価され数多くの彫刻家の作品の鋳造に関わっている。著名なものだけでも、高村幸運が原型を作った、西郷隆盛像、渡辺長男の日本橋欄館彫刻、軍神広瀬中佐像、竹内被災地の日蓮商人立像、横浜鹿茂山公園の井直介像などがある。中でも、 皇居外苑の楠木正き像の制作の際は、その巨大な像を鋳造するための技術を習得するために単身慈悲で渡米し、日本で初めての分解鋳造法による鋳造を行ったことでも知られる。ありがとうございます。